坂本かやは日本のプロボーラー。神奈川県相模原市南区出身。長山コッパボール所属。用品契約はレジェンドスター。ジェープバ第49期生。ライセンスナンバー544。身長156センチメートル。体重48キログラム。弟はプロボーラーの坂本おさむば。小学校5年生の時にボーリングを始める。そこでたまたま。 プロボーラーの今泉周期に見込まれ、本格的にボーリングを始める。2014年王の体中学校3年生時に、第38回、全日本中学ボーリング選手権大会で優勝。相模原氏から、市政功労表彰を受けた。2015年浅水大高校に進学、1年生時に、第39回、全日本高校ボーリング選手権大会で優勝。ハイゲーム賞。 ハイシリーズ賞も獲得した。それを表彰し再び、相模原氏から、市政功労表彰を受けた。10月には、第38回ジャパンオープンボーリング選手権に出場。総富士見樹に敗れ3位となった。2016年 J プバのプロテストに挑戦し、16歳3ヶ月26日で、合格と最年少プロボーラーとなった。合格後、 6月に行われた2016年度下半期女子トーナメント、出場優先順位決定戦では1位となり、第32回六甲クイーンズオープントーナメントへ、駒を進める。その前日に行われた第36回神戸、プロアマボーリングフェスティバルでは、決勝トーナメントに進むも1回戦負け、翌日行われた六甲クイーンズオープントーナメントでは、予選33位に終わり、 準決勝へ届かなかった。ありがとうございます。